なんかいい部屋取って今日。じゃあ始めましょうか。はい。何を？本社の中でも広い部屋取って。何今日？親友ありがとう。親友になろうシリーズ。まあですね、山添がずっと親友になったりつって。はい。ありましたけど。うん。唯一一人だけね。お兄ちゃん、ミキのお兄ちゃんが、ね、親友になる。でもやっぱりその客観的に。あ、へぇー、チームになりそうなの。あ、なるほどなるほど。チーム山添からそうです、あげてくれて、そうです、あ、そうか、うん、あ、いいかも、うん、あ、へぇ、楽しみ。あ、全く知らん状態で、はい、はい、びっくりしたびっくりしたあかんかん違う違う違う親友とかじゃない。よろしくお願いします。元カノ、はい、よろしくお願いします。赤井咲と申します。学生時代お付き合いさせてもらってた。プラチナのページ見ていいかなと思ったんですけど。いえ、その共演したことはもうあるんですけど、その親友になろうとかじゃないから。なれないかないえ、じゃあ咲ちゃん、これ知ってる？その親友になろうっていう企画なのよ、これ。うん。でもともとお付き合いさせてもらってた相手としての親友とかってなんかさ。私でも今 DDT っていうプロレス団体にいて、うん、私の周りみんな男の子なの。うん。だから男女の友情って成立すると思うの。やってみないと分かんなくない？本当。さきちゃんがなれそうやと思うんやったら、いやそれ嬉しいけども。一回ちょっと挑戦してみようか。うん、ご紹介してもいいですか。え、ご紹介ちょっと。あ、学生時代にお付き合いさせていただいておりました、赤井咲さんです。こんにちは、DDT プロレスの赤井咲と申します。そうか。よろしくお願いいたします。そっちを紹介するべきやね。今日は咲ちゃんと親友になろうをやっていきます。行きましょう。はい。ということで、はい、赤井咲ちゃんに来てもらってます。こんにちは、お願いします。よろしくお願いいたします。親友になろうシリーズということでね、うんうんうん、で俺はあの親友がいないんですよ。あら。でこの企画を通じて一人、うん、やっと親友って呼べる人ができて、あ、できたんだ。そう、だからそのなんていうの、学生時代とかは親友とかってできやすいけど、うん、大人になってから親友ってできひんなと思って。確かに。で俺の周りってこう親友って呼べる人いい日だと思ったから、親友が欲しいっていうとこから、まあ、この企画始まって、うん、で親友ってさ、どういう存在？なんか困った時に助け合ったりとか。確かに。言いたいこと言えたりとか。うん、そうだね。かな、まあ割と何でも知ってる、うん、気使わなくていい間柄、うん、が友達、親友。親友やね。かな、うん、親しい友。そう、うん、だからその本来、うん、友達同士ぐらいの関係性やったら、うん、ちょっと言いにくいなっていうことも、うん、相手のことを思って言える、うん、これが親友やんか、うん、さきちゃんが俺と親友になれるって、うん、なったらええやんって言ってくれたから、うん、もしその俺がな、うん、その直した方がいいとことか、うん、悪いとことか、うん、周りの友達とかじゃ言いにくいようなことがあったらその言ってほしいなと思って。はいはい、はい、うん、なんか割とそのカン君とお付き合いしてるってことが、うん、結構すぐ浮かぶんやん。あ、ちょ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 、あのその世間に知られてから、うんうん、結構そのカン君の悪いとことか、うん、暴露とか過去のこういう痛いことがあったとか、うん、なんか教えてくださいってオファーがめちゃめちゃあるの。あ、で、うん、カン君のそのドッキリこの人呼んでますみたいな人のオファーがあったりとか で出てくれてるもんね、協力してね。そう、うん、まあ、あのスケジュール合うやつは、まあ、うん、コメントだけ出したりとか、うん、あとでもこれでも結構お断りしてるの。もっと結構来てて、で言っても私、うん、嫌な思い出ってほんと全然なくて。ほんまに？うん、全然ないから、何もないから、ないものは言えないなと思って、すいませんっていう風な流れになっちゃってるから、だから今日も親友になるのはまあ、全然いいけど、なんか気使わずいろんなこと言い合うっていうのが成立できんのかなっていう不安はあったかな。ええー、子やなあん時のまんまや。え、
これな、あさきちゃん、うん、そのカメラね、うん、これ今撮ってるやん、うん、もう全然気にせず言ってほしい、うんうん、もうやっぱこの親友になれるよってうちらやったらって言ってくれた以上俺もなりたいから、うん、もう全然カメラのことなんか気にせずに、うんうん、なんかもしちょっと思いつくこととかあったらね、本当になさそうやったらないでいいんやけど、うん、もちろん、うん、パッと思いつかん、うん、そうやね、あーそう、うん、じゃあ俺もさ、うん、もちろんそのさきちゃんと親友になりたいからこそ言うんやけど、うんうん、俺使って売れようとしてる、うん、なんか歌も歌ってたしな、なんか俺にまつわる、あ歌系の仕事とバラエティも出ていこうっていう顔が、うんうんうん、あの鼻につく、うんうんうん、あとあの気ぃついたらプロレスラーになってた、あ、うん、一歩欲しかった、うんうんうん、びっくりするからこっちは、うんうん、あとずっとさ、うん、そのスタイルいいやん、細くてさ、うんうんうん、多分弱いでもその急に言われても思いつくのそれぐらいかな、うんうん、そっか、うん、でもさ、うん、カン君は結構昔、私本当、うん、やばいぐらいテレビ見てなくて、うん、最近のカン君全然知らないの、うん、ごめん、そのカン君すごいテレビ出てるっていうの周りから聞いてるんやけど、カン君は、うん、本当結構クールな感じで物事深く捉える人だって思ってたけど、うん、今の発言でなんかやっぱ変わっちゃったんかなとか思ったかな試合も見てないのにそういう風に言っちゃったとかあと、ね、一緒にご飯とか、ね、私中学生でカン君高校生だった時とか、うんね、高校生なんて言ってもお金ないやん、うん、そんな中ちゃんとお金出してくれたりとかしてて、だからそういうお金を借りたりするクズ芸人って聞いた時に、うん、あ、無理させてるのかな、無理しちゃってるのかなとか、芸能界の何がそうさせちゃったんだろうとか、なんかやっぱ芸能界って大変なんやなってキャラ作ったりするのに作ってない作ってない、うん、大変なんかなとか、と何がきっかけでそうなっちゃったんだろうとか思ったかな、なんかまだ映り気にして喋ってる、うん、でなんかそのこんなに俺に責められてんのにそれでもその私からの責めはこれぐらいにしておくよっていうところで好感度を高めようとしてる、うんうん、で多分弱い、うん、あとなんかあるあるかな、でもあんまないんやけどさっきね、自分を使って売れようとしてるって言ってたけど、うん、さっき聞いてたかな、大丈夫かな、疲れてるのかも分からへんけど、うん、あのそんな売れる使って売れるほどの玉じゃないかなとか、なんか疲れてるのかな、この辺って思ったかな、うん、そんなに踏み上がれるほどの階段じゃないかな、あ、素材としてね、そう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 、ああそうと、うん、あの断ったりもしてるから、私もそんな出方で知られたいわけじゃない、うんうん、いい思い出としてやったらいいけど、うん、あの、のぼせ上がってるかなって思うかな俺のためを思って言ってくれてんの、うん、うん、あの、疲れてんのかなと、体調が心配なの、うん、めっちゃ寝てる、あ、寝てる、うん、あ、よかった、うんうん、結構断ってるっていうことによって、うん、あのすっごい忙しいアピールしてる、うん、まあそれやっぱ穴につくかな、うん、世間の声やけどね、俺がどう思ったかっていうよりかは多分見てる人そう思うんちゃうかな、今のはなんかちょっとあれやな、でもその昔のさ思い出とか、うん、多分お互いほんまに悪い思い出とかないと思うの、うん、でずっと笑ってたと思うんだけど、私言っても中2、うん、そうね、カン君高1やってん、高1、中3、高1とかですね、そうそう、高1やったと思う、うん、でお付き合いした時覚えてる、うん、カン君から告白して、そうそうしてくれて、うん、そんで、あ、お付き合いってこういう感じなんやって、うん、ちょっと大人になれた気がするなってしてて、うん、多分お付き合いしてたのって3ヶ月ぐらいそうねだったんやけど、うん、早かったね、私もすごいカン君が大人に見えて、私も見た目大人やったけど子供っぽいところも多分たくさんあって、そう、でも思い出自体はいい思い出ばっかで、悲しいとか怒ったりとかってなくて、だんだんなんかフェードアウトみたいな感じで終わったと思うの、うん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 、だから
まあ、今はどうか分からへんけど、うん、根本はけじめをつけれへん男なんかな、うん、いい思い出話かと思ってた。僕が目覚めた、うん、そこが今変わってるか分かんないよ、うん、俺もこう思い返したら、うん、なんか2人で確か大阪にデート行ったんや、うん、行った行った。でその時に商店街歩いてたら、うん、なんかその商店街のおばちゃんが、うん、あんた綺麗な子連れてって言って、もうなんかこうお店の人がさきちゃん見るたびに、綺麗な子やなあんた、何してる子絶対モデルさんやみたいなことをめっちゃ声かけられて、うんうん、でやっぱすごい綺麗な人なんやなっていう思い出がすごい、うん、なんかね今思い返したらめっちゃ蘇ってくんねんけど、うん、やっぱ老けるもんは老けるような、うん、そらね、うん、それはしゃあないよやっぱり、うんうん、まああれからだって20年、うん、20年も経つよね、うん、別人かと思ったもんね、さっき会った時、うん、こんな変わんねやって、なんかいくらかかけた、え、あ、いや、あ、まあ、し、自分で美容サロンやってるから、あ、そうなんや、そう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 、やってんねんけど、え、大丈夫なお店それ、大丈夫なお店、そう、効果あるかそれあの医療とかじゃなくて美容でサロンでやれる範囲のこと、あ、自分でお店もやってる、そうそうそう、やってるプロレスと一緒に、そう、懐かしい。でもその大阪でデートしたやんか、でお笑い見に行ったやん、その時覚えてるかな、出てた人がさ、笑い飯さんとか千鳥さんとか、あと、ね、ジャンクションさん、ジャンクションさんなんかいっぱいその世代の社員さんとかいらっしゃって、そう、初めてお笑いのライブに見に行かせてもらったんが、さきちゃんに教えてもらって連れてもらったから、そう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 、で一緒にお笑いライブ行って、うん、その皆さん、うん、今で言うと大先輩たちになるよね、そうね、もう超一線で活躍されてる、ね、皆さんその方たちのことを審査してたよね、うん、ジャッジしてたよねあのネタとかやっぱすごい厳しかったからジャッジしてた。私、え、客席でってこと？客席で見て、その後のご飯の時に、いやあれはなんか最初の入りがとか、なんか音のこととか、なんか音なんか言ってた気がする。私、カン君すごいと思って。もう私漫才をそんな目で見たことなかったから、あ、漫才ってこう見るんだって、カン君ってやっぱすごいなと思ったかも。ほんまそれそうそう、ほんましてた、俺してたよ、結構痛かったんや、いや、かっこよかったよ、あ、ほんと、うん、まあまあ、さきちゃんがそう言ってくれるんだったら、うん、よかったか。プロレスの方はどうなの、さきちゃん、プロレスはだってもう、引退発表されてたやんか、よく知ってるね、もちろん、だってあの、たまたまなんかあの恋愛番組で一緒になって、うん、そうそうそう、でその番組でこれちょっと言わへんの気持ち悪いなと思って、あの僕たち以前お付き合いさせてもらったんですっていうのをね、うん、あのその場でもうすぐご報告して、で結果あのまた久しぶりって言って連絡先交換して、あ、そうそうそう、で落ち着いた時タイミングでご飯ランチ行きましょうって言ったけど、うんうん、コロナの時になっていけなくて、それ以来やもんね、そうだそうだ、あ、そうや、うん、でそっからもいたプロレス一本で、うん、プロレスを頑張ってるかな、うん、でも11月の12日に両国国技館で引退、うんうん、自分の中であれがあったの、踏ん切りつけよう、ちょうど10年、あ、10年やったんや、そう、いっぱい、ね、まあ、10年以上やってる先輩方もいるけど、うんうん、動けたりするね、綺麗な動けるうちに選手としてこうちゃんと散りたいなっていうのが、枯れてから散るんじゃなくて、まあ自分のいい状態で皆さんにいい思い出として選手としていたいなっていうのがあって、かっこいいね、よく引きを考えました。よくあのさきちゃんのなんか記事とか、うん、なんかファンの方が上げてるツイートとかで見るやつ、うん、もうその美しい必殺技みたいなでバチッ決めてるもんね。あ、よく知ってる、ありがとう、うん、あれはなんかそのオリジナルの技とかあったりするの？うん、オリジナルで作ったりとか、うん、まあもともとあるものを自分の名前に変えたりとか、え、そんなことしていいの？うん、プロレスは結構あるかも。楽やな、それ。
名前変えるだけでいい。でも練習がいっぱい必要だから。まあもちろんね。ジョン君そこだけ見ちゃダメだよ。うちら命かけてるからさ。そらもこもっともよ、うん。そのオリジナルの技の名前とかってあったりする。プラチナムロックとか。大喜利してんの？大喜利としたいい回答よね。本当？うん。あと、あ、リーマン銀河っていうのがある。ん？リーマン銀河？リーマン銀河。って名前。これどう思う？この名前。ちょっと下ネタっぽいよ。うん。変？やっぱ銀。リーマン銀河っていう締め技がある。うん、銀とかってやっぱ銀銀しか呼びらへんからさ。これさ、うん、オードリーの若林さんがつけてくれたの。プロレスすごい好きでさ。大丈夫？いい名前。すっごいかっこいい。いやでも活躍してて嬉しいわ。いやいやいや、カン君こそ、うん、なんか、うん、本当あの時と印象どうだろう。でもやっぱ大人になったよね、うん、お父さんの名前使ってやっぱ売れようとしてるの良くないと思うけどね。あ、本当？うん、それはやっぱ、それはやっぱ、あれ、ずるいか。あ、本当？さすがに。え、二世タレント感ある？え、そこもちろん。嘘、ね、当たり前やんか。もうそこありき。ありきありき。ありき。あ、本当？うん、めちゃくちゃそうよ。え、付き合ってた時も？付き合ってから聞いたやん俺。あ、そう。付き合う前知らんかったから。そう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 。付き合ってから聞いて、うん、絶対あの挨拶行くかと思ってる。怖すぎるから。嘘。うん。そりゃね。あ、そうなの、うん。男はそうや。嘘。怖すぎる。あ、何はのロッキーや。怖すぎる。あ、そっかそっか。もう家にも遊びに来てくれたりしたもんね。そう、行った行った。うん、あの大きいお家で。いやいや、まあ、山の上の。すごい暗い家やったね。入り口が暗かった。いやいや、電気ついてたよ。いや、電気ついてなかった。電気なかった。あったって。本当？でもすごい立派な広いお家で。そうそう、あの M1 の DVD がめちゃめちゃあったね。あ、そうやったっけ。そう、めっちゃあって、あ、で、本当お笑い芸人になりたいって言ってて、うん、当時カン君は結構クールな感じ、うん、やったから、うん、え、お笑い好きなの意外って思って、うん、でもうち行ったら DVD がいっぱいあったから本当にお笑い好きなんやと思って、まあそれとやっぱその笑い飯さんとか審査してたのそこに繋がるよね。だからか一致するよね。知ってたかな、うん、そのね、移動中バスの中でさ、うん、その乗客の皆さんのことを、うん、後ろで見てて、カン君が耳元来たからなんだろうと思ったら、もうやってまいってそれアフレコしてたやん。なんかあの人たちがこう会話こういう風にしてるんだよみたいな感じでアフレコしてて、私はアフレコって知らなかったから、なんか声優さんになりたいのかなって思って、そう、あ、なんかこう吹き替えみたいなしてんのかなって思ったら、本当後に一本グランプリとかであれがあって、あ、カン君はこれを生んだ人なんだと思ってびっくりした。あれを松本さん高校生が発明しはったの。高校生の時カン君もやってたから。いや、見よう見まね。本当？松本さんがやってはるやつ、あれこれ面白いなと思って俺もやなんかやり参加したかっただけ。水族館でもやってたの覚えてる？お魚に。かゆうか。そう、お魚、お魚にやってて、すごいかっこいいと思って、すごいなと、私こんなできない上手と思って、高校生やで。すごくない？いいじゃん、その痛すぎるから。そう、うん、彼女と2人でおるときになんかなんかアフレコしてたとかさ、うん、一緒に劇場行って客席で審査してたとかさ。でも今こうやって成功してるからさ、それを経てじゃない？それがあったから今カン君が
いるわけじゃない。何してきた。え、呼ばれたから来た。いや、私カン君がお友達になりたいって言ってると思ってきた、うん、そういう連絡が入ったわけな。そう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 。そんなわけないやん。え、んなもこんなもんさ、ただただ暴露されただけの分かってんの。暴露、俺が喜んでそんなもんさ、咲ちゃんだって言うと思う。喜んでくれると思った、うん、どうしたの。肩出してくんなよ。気合い入れてよ。人の事務所の本社によ肩出してくんな。すごい湿度高くないここ。びっくりしたんだけど。びっくりした。ジメジメする、ね、すごくない。いや俺気にならへんかった。嘘、うん、大丈夫かなめちゃめちゃ湿度高くなってなかった。